ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は高市総理誕生が現実味を帯びたことについてお話ししていきたいと思います。当チャンネルは自民党総裁選に関して青山繁晴議員と高市早苗大臣を応援する立場を取っていました。青山議員の出馬ならずの結果は残念でしたが、今も高市早苗経済安全保障大臣を応援する立場で、情報を発信できるタイミングで臨時動画といういつもと異なる形式で発信させていただいております。私も3連休はバタバタしていて身動きが取れない状況だったんですが、日テレの党員党友を対象にした電話調査で大変驚きの動きがありましたね。日テレはどのようにして党員名簿を入手しているのか不透明な部分がありますので、信憑性に欠ける部分はあるんですが、もちろんこれまで世論調査を行ってきた過程で党員か否かのアンケートも行うことでデータを蓄積しているというパターンかもしれません。正直私もこの世論調査はおかしいだろうと今でも思っている部分もありますが、それでも世論の動きとある程度連動している部分があって、意外と信憑性に足るものなのかもしれないなと思うところもあります。特に党員対象の世論調査ということを考慮すれば、本当に党員から取ったものなのであれば、この統計が最も選挙結果を予測しやすいものになります。そんな中、9月22日に日テレが発表した党員へのアンケート結果を見ると、議員の動きも絡めてみれば高市早苗総理が爆誕する可能性が極めて高くなったと言えるところまで来ました。素晴らしい動きです。今回はこの総裁選の動きと高市内閣ができたとしたら高市大臣に襲いかかるであろう苦難についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。日テレが独自に行った調査によると、自民党の党員や党友を対象とした電話調査で石破元幹事長が約 31% の支持を集め、トップに立ったことが明らかになりました。石破さんはこれまでもトップを走っていましたが、続いて高市さんがなんと 28% で2回連続で2位に食い込んできたんです。今回のアンケートは3回目になりますが、最初のアンケートでは高市大臣は石破元幹事長が 28% で1位を独走していたのに対し、高市大臣は 17% で3位という結果でしたので、この猛追はとんでもないものがあります。ちなみにもともとは2位につけていた小泉元環境大臣はこの最新のアンケートでは 14% という結果でした。ちなみにまだ決めていないやわからないという回答が 6% もあったことも注目すべき点です。このまだ決めかねている層が今後どのような動きを見せるのか目が離せません。さらにこれらの結果を党員党友票に換算すると、全368票中石破さんはおよそ121票獲得する見込みで、高市さんが110票程度、小泉さんは54票ほどにとどまる予想です。一方で同じく368票ある国会議員票の動向も調べたところ、これまでのところ小泉さんが50票台半ばを確保し、石破さんは40票弱、高市さんは30票を超える票を固めている模様です。つまり石破さんと高市さんの決選投票がかなり現実味を帯びてきました。正直私は進次郎さんがなんやかんやで最も当選確率が高いだろうと最初は予想していたんですが、討論会が始まるや否や解雇規制の見直しの問題が話題となったり、明らかに政策面、知識面、論戦に弱さがあったり、質問の答えになっていないトンチンカンな回答が目立つなど、その人気を一気に落としてしまいました。特に同じ若手枠で出ている小林元経済安保大臣が非常に政策面においても優秀な方なので、そことの対比で進次郎さんの弱いところがより際立ってしまったようにも感じます。個人的に興味深かったのが、アベプラにおいて選択的夫婦別姓に関してももう
30年間議論してきたことなので1年以内に決着をつけるとした進次郎さんに対して、高市大臣がこの30年間議論してきたことというならば小泉法案を自民党の政調会に出してほしかったとかなりクリティカルなツッコミを入れてきました。これを言われると進次郎さんが口だけで行動力がない人のように見えてしまう部分もありましたね。もちろん悪いところばかりではないんですがね、進次郎さんが言う既得権益を守る範囲内でしか改革を行えないのは絶対におかしい、これは変えていかなければならないという意見なんかは私も大いに賛成です。ただ改革することが目的になってしまって、本当に世論がまだまだ真っ二つでまとまりきっていないものを無理やり改革を進めていくっていうのは大きなリスクを伴いますので、そのあたりのバランス感覚とか純粋に政治家としての能力の向上、こういった部分が今後の課題となるんじゃないでしょうか。いずれにせよ進次郎さんを立てておけば次の衆院選挙では有利になるというこれまでの大方の見方は一気に崩れてきています。さて決選投票に高市さんと石破さんが残る可能性が先ほどお話ししたようにかなり高まったわけですが、これは高市さんにとっては大きな追い風です。菅さんと麻生さんのキングメーカー対決である今回の総裁選では石破さんを心の底から嫌っている麻生さんは確実に高市さんにつきますし、すでにそうした動きが水面下で出ているとの情報もちらほら聞こえてくるところです。石破さんが総理になれば麻生さんはこれまでの最大権力者的な立場から一気に冷や飯ぐらいになり、石破さんに推薦人を融通している菅さんが中枢に返り咲くことになるでしょう。茂木さんはおそらく麻生さんと連動して高市さん陣営につくでしょうし、岸田さんも動きが読みにくかったりするものの菅さんとはかなり距離がある方なので麻生さんと連動して高市さん支持に回るでしょう。さらに多くの議員票の見込みがある小林さんですが、小林さんを応援する人は2パターンあります。若手刷新感を推したいという人と保守派の政治家、この2つのパターンですね。若手の刷新感、こうしたものを推したい人は進次郎さんがもしも決選投票に行っていればそちらに流れる可能性がありましたが、石破さん高市さんとなれば刷新感という意味で初の女性総理となる高市さんに流れる可能性が高いわけです。そして保守派の人も確実に高市さんに流れます。これが石破さんと高市さんの決選投票になることが強烈な追い風という理由ですね。進次郎さんと高市さんの決選投票となってしまった場合はこの追い風は吹かないわけです。ちなみに保守という点では同じ理由から今回立候補はなりませんでしたが、青山茂春議員についた15名も高市さんに流れる可能性が高いわけです。しかも石破さんは党内からとにかく嫌われている人ですし、衆議院選挙に勝つという意味では東京都知事選での石丸旋風からも分かる通り、今はネット世論が実際の世論をかなり反映している時代でもありますので、ネット世論で強烈な人気を持ち、なおかつ新規党員獲得数が青山茂春議員に次いで多い高市さんを総理に立てれば衆議院選挙でも有利に進められる、失いかけている党員からの支持も再び得ることができるという打算が働くことも間違いありません。これは強烈な追い風が吹いています。高市早苗総理の誕生がいよいよ現実味を帯びてきました。そんな中非常に大きな懸念も一つあります。それがメディアによる高市さん叩きになります。当チャンネルでもお伝えしていますが、メディアは高市さんを潰したくて潰したくて仕方がないわけですね。特にリーフレットの配布問題に関しては先日も詳しく動画にしましたが、総裁選の日程も何も決まっておらず郵送は禁止というルールもなかった時に毎年の恒例行事として一部党員や講演会参加経験者に送ったものです。総裁選にも一言も言及しておらず何の問題もないんですね。なんなら石破さんや河野さん、茂木さんは総裁選の支援まで言及した政策リーフレットを送りつけていますし、石破さんや茂木さんに至ってはルールが設定された後に発送しています。このことをメディアは完全に隠蔽して高市さんだけが何か悪いことをしたかのように報道しているというとんでもない偏向報道をしているんですね。本当に許されざることです。青山議員の立候補潰しもそうでした。
さが、もう本当に日本のオールドメディアは腐りきっています。今はもうネットで情報を集めなければいけない時代ということですね。まあオールドメディアが腐っていたのは最初からなんですけどね。まあそして私が今何が言いたいかと言いますと、高市さんが総理になったらさらにですね、メディアからの攻撃は苛烈になっていくということです。メディアは何かにつけて高市さんを袋叩きにして、高市内閣の支持率を下げようと必死になってきます。本当にあることないこと、どうでもいいことをつきまくります。その時に何が起きるのか、今私のチャンネルを見ていただいている方のように正しい情報をネットから吸い上げようとしている皆様はともかくとして、基本的にテレビや新聞でしか政治に触れない人たちは、なんだ高市さんってろくな人じゃないなって判断してしまうわけです。そうなると高市内閣は短命に終わります。なので高市さんにとってはここからはメディアとの戦いも大変なものとなるでしょう。またこの度安倍総理の支援を受けられなかったがゆえに、出馬のために飲まざるを得なかった毒があります。不記載問題にさらされている裏金議員と呼ばれる議員の多くを推薦人にしたことです。これは高市総理が誕生して日本を経済成長させ、強い安全保障を確立することを考えれば、私からすれば大事の前の生じでしかありませんが、メディアや野党はそこを突きまくるでしょう。今もすでについていますが、総理になればさらに苛烈さを増すでしょう。私も裏金問題に関しては最悪の問題だと捉えていますが、現実問題としていい悪いは別にして、自民党内において一回まとまったものをここでまた蒸し返してしまうと党内分裂につながりますので難しいところです。ただその分高市さんは再発防止の方に注力を向ける構えですので、そこに期待したいところですね。さらに積極財政の高市さんは財務省との戦いともなるかもしれません。ここもですね、メディアと連携していろんな嫌がらせが出てくるんじゃないかなと想像しているところで、本当にですね注目していきたいポイントです。またメディアによっては右寄りの高市さんは公明党との間に摩擦を生むとしているところもあります。同じ保守でも安倍総理は公明党とうまく柔軟に対応していたが、高市さんにそこまでの柔軟性はないという声ですね。その辺は党内で他の人も干渉剤になるでしょうが、正直公明党との連立にこだわることが自民党にとって長期的にいいことなのかというと、私はそうは思いません。別に公明党支持者の皆さんを否定したいわけではなく、シンプルに思うのは自民党とは相入れない価値観が多すぎるということです。安全保障、憲法改正、対中国との今後の向き合い方、これらを考えたときに非常に難しい。さらに公明党の支援による選挙での強さに関しても、学会員の高齢化による減少や価値観の変化、そして小野田貴美さんが公明党の推薦なしで当選したことなど、風向きはすでに変わってきています。このあたりはいろんな考え方があるでしょうが、自民党が保守政党としてあり続けるためには、もはや公明党との連立は固執すべきポイントではなくなっているかと思います。いずれにせよ高市大臣が総理になったとしたら、いろんな批判の声が集中するかと思いますが、オールドメディアの偏向報道に踊らされないよう私自身も注意していきますので、引き続きこうした臨時動画という形式にはなりますが、当チャンネルのこうした政治に関する情報、皆さんもチェックしていただけると大変励みになります。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。